お疲れ様ですということで、ネットニュース見てましたらトップのニュースですね、茨城県行方市ということで出ていましたけれども、私が住む、町、そして私がいた、今日いた職場ですね。でもトップですかね、トップがやはりその、雨とともに来まして、その身の回りのものが、大きなものがちょっと飛ばされそうになったりっていうのが ありまして、で、こんなですね、建物ですとかね、電柱がこう倒れるってことは、これはもう対策云々、それ以前の以前というか、もう、問題外と言いますかね、こういった天災みたいな近いものにはなすすべないのかなっていうふうには思うんですけれども、今回ちょっと身の回りのこと、私の身の回りのことで起きたこととしては、その対策の余地であったり、事前にこう防ぐことできたのになっていうのが、ありまして、そうなんですね。これ、昨日のその雷の話にもこうつながるんですけど、ある程度ですね、天気予報ですとかね、今回その雨雲レーダーですとかね、そういったのっていうのは、たとえ自分が見れなくてもですね、周りの方だったりが、誰か一人くらいはスマホを持っててですねそういった、10分後、30分後、1時間後とかですね、本当にリアルタイムでそういった情報っていうのが取れるわけで、それを怠ったがために、起こらなくてもいいことが起きてしまうっていう、で今回は本当にそういったことを怠ったために、過信しすぎたためっていうのもあると思うんですけど、人の言うことを聞かなかったりですね、そもそもそこに住んでいる方が一番その天気のその動きとかっていうのが分かるわけですよね。あっちの方向から、あっちの山からなんかこう雨が来るとかですね、なんかこう風が吹いてきたなとかですね、雨が来るなとかって、そういうのってその地元その場に住んでる方って一番よく分かってると思うんですよね。外から、我々みたいに外から来たあの人と比べてですね。で、なんでそういう貴重な意見といいますかね、そういったところに耳を貸さなかったのかなっていう疑問というか、何なんでしょうね。いろいろあったと思うんですけどね、その人間関係だったりですね、上からああ言われ、下からこう言われみたいな、なんかそういった板挟みにあって、なかなかこうことが進まないこととかってあると思うんですけど、いろいろ忖度ですとかね、その場の状況とかってあると思うんですけど、ことこう人のこう命に関わることですとかね、事故とか怪我につながることっていうのは、ちょっとプライドだろうが、その人間関係だろうがですね、ちょっとこじれようがですね、思い切って、そこは、人命、人命第一っていうとちょっと大げさ、かもしれないんですけど、そういった人の、命ですとかね、そういった体にこう関わることを、危害を加えられないようにですね、第一にこう行動するのが一番だったのになっていう、ちょっと結果論なんですけど、こういったニュースを見てですね、ついついちょっと愚痴と言いますか、なんで防げたのになーってのを思いますね。しかもそんなに判断って、突風とはいえ前兆っていうのは見られるわけですよね、天気っていうのは。天気予報、本当に
局地的なその竜巻とかですね、そういったのはまれにたまにこうありますけど、まあ、ただこの梅雨の時期ですからね、雷であったり、一日の中でのその雨がどれくらい降るかとかですね、ある程度は分かって、しかもその場の天気っていうことで、周りのその雲の動きだったりですね、いや今日ほんと雲の動きめちゃくちゃ速かったんですよね。まあなので、いつもですね、やっぱりこう空を見てると、あとこう風を感じたりすると、あ、もう少しで雨が来るなとかってわかるんですけれども、今日は本当にそれにプラスして雲の動き早かったので、本当にすぐ来ましたね。来るぞ来るぞって雰囲気が一緒だったんですけど、まあ、いつもとその雨が来る雰囲気っていうのが一緒だったんですよね。まあ、曇ってきて、で風が吹いてきてみたいな感じでしたけれども、いや本当に早かったですね。いやなので今回初めてじゃなかったわけですよね。以前にもこう何回かこうそういった突風だったり、そう集中豪雨だったり経験してるわけで、まあそういうのも経験して、なおこうギリギリまでですね、粘るというか、仕事作業優先っていうのは、まあこれ災害がなくならないわけだなってちょっと思いましたね。ある意味もう人災 なんか災害とか、なんかどっかで聞いた 話ですけど、なんかこういった天災でありながら、なんかこう突き詰めたらこう人災って言ってもいいのかなって、今日はちょっと本当に思っちゃいましたね。はい、なんか今日 はい、ちょっと昨日のちょっと雷の話から天気の話で、今日ちょっと思うことありましたので、はい、記録してみました。ということで以上。